こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。海上自衛隊誇る B1 哨戒機が日本の海を監視不審な動きがないのか空から見張っている。現実は異常なまでの不審船や瀬取りなど周辺国の動向をしっかりと海から見張っている状況だ。その P1 哨戒機の性能は海上。海底と海の上だけではなく海底。そう、潜水艦にも警戒行動をとっている。そんな中、もう1年も経つのかそう、あの事件を紹介したい。今現在の始まりだった出来事だ。少し前の話になってしまうが、2018年12月20日、日本海で韓国海軍の駆逐艦ヒロヒラキ土大王クアンゲトテワンが、海上自衛隊の P1 哨戒機に火器管制レーダーを照射した事件があった。当時は毎日のようにこのニュースが報じられたこともあり、多くの方が記憶されている事件だと思われるが、結果としては日韓双方の主張が真っ向から食い違いうやむやに終わった。この事件、火器管制レーダーを照射された P1 哨戒機が現場となった。能登半島沖でその状態を認識して離脱。基地への帰還後、詳細な解析を行っており、ほぼ間違いない事実だと考えられる。火器管制レーダー照射だけですぐさま撃墜される危険性があると、言い募るのはいささか飛躍しすぎかもかもしれないが、攻撃される可能性を示して威嚇したと取られても当然の行為だろう。日本側の抗議に対して韓国側は二転三転する抗弁を行い、冒頭述べたように拉致が赤な判断した日本側がそれ以上の追及を諦めたことから現在に至っているのが実情だ。ではまず韓国側の反論がどのように変化していったのか、日本側の指摘を交えて順に沿って挙げていきたいと思う。当初、日本側 P1 哨戒機に対する駆逐艦ヒロヒラキ土大王クアンゲトテワンからの火器管制レーダー照射を指摘された韓国は、火器管制レーダーは使用はしたが救助船捜索のためだと述べた。さらに韓国のマスコミには、事件当時の現場海域は悪天候であり、このために通常の捜索用レーダーだけでなく火器管制レーダーをも使用していたのだと強弁した。この韓国の反論に対して日本側は、通常の捜索用レーダーと火器管制レーダーとは全く使用用途が異なる種類のレーダーであり、そのような使用法はありえないと指摘した。すると、韓国側は前言を完全に翻して、そもそも何のレーダーも使用していなかったと主張を始め、大元の火器管制レーダー照射自体が全くなかったかのように言い始めた。これに対し、日本側は証拠として事件当時の映像を一部公開し、韓国側の言い分が二重に異なっていることを追及することになった。まず、一点目は、当時の現場海域の天候に関してであり、韓国側の悪天候との主張に反し、画像を見る限り、全く平穏な状態であることが一目瞭然だった。加えて2点目は、韓国側は
この現場海域において漁船を捜索中だと説明していたが、日本側が公開した映像では、すでに漁船を発見し、その漁船に向けた小型船をも向かわせていたのだ。この映像を突きつけられた韓国側は、またしても主張を変え、やはり捜索用のレーダーだけは使用していたと言い出すに及んだ。そして、さらに自前の映像を公開し、海上自衛隊の P1 哨戒機の方が駆逐艦ヒロヒラキ土大王、クアンゲトデワンに向けた威圧的な低空飛行を行い、挑発してきたのだと日本側を非難し始めた。その論調は、韓国軍が漁船救助という人道的活動を行っているところを、海上自衛隊の P1 哨戒機がわざと異常に接近してその活動を妨害したのだというに及んだ。ことここに至り話にならないと日本側が判断したため、これ以上の応酬には至らなかったが、このまま継続されればさらに反論内容を変化させていった可能性もあったと言えるだろう。互いに追及を中断したため事実解明に至らなかったものの、かつて2013年には中国海軍が自衛隊機に向けて火器管制レーダーを照射した事件も発生しており、日本側の誤認の可能性は低い。そもそも韓国海軍の駆逐艦ヒロヒラキ土大王、クアンゲトデワンが出動し行っていた救助の対象船とは、北朝鮮の漁船とみられ、日本の排他的経済水域で何をしていたのかとの指摘もある。このため、一部の憶測では、北朝鮮側の要請を受けた韓国側が同船の救助に向かったと考えられており、そうでなくては、大型の水上戦闘艦がわざわざ救助に出動するはずがないと見られているのだ。あくまで憶測でしかないものの、北朝鮮は世界各国からのいわゆる背取り監視の中にあって、物資の供給などに非常に苦慮する状況に追い込まれている。そんな中でも現在の韓国政府は北朝鮮との融和策を推進しており、この点が今回の不審な漁船の存在を隠蔽したいがゆえの行動ではないかと囁かれている。個人的には、仮にもアメリカの同盟国同士である日本の哨戒機に対し警告もなしに火器管制レーダーを向けるというのは乗組員の勇み足なのかもしれないとも感じる。しかし、そうした事実関係の解明すら拒否し、自国の正当性の根拠を日本側が威嚇、挑発したからだと主張する姿勢からは、両国の関係改善は難しかろうと思わざるを得ない。韓国が地政学上からも半島国家にもかかわらず、本来用途の不確かな潜水艦や、航空母艦などの兵器の拡充を図っていることも、どこを仮想的国と考えているのかと疑問を感じる。